私たちは見捨てられたんだ。だから壁に囲まれた収容所に住んでいるんだよ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。私たちには悪魔の血が流れているからね。俺たちの目的は、この人類全てに消えてもらうことだったんだ。ずっと同じ夢を見るんだ。エルディア人と一緒にはいられないんだよ。パラディ島の悪魔を成敗すれば、世界を救えるんだ。そしたら俺は、世界一の自慢の息子になれるんだ。マーレ人に生まれていれば。あのおじさんはきっと、誰かに、裁いて欲しかったんじゃないかな。お前ら知ってるか？あと数年で、パラディ島に攻撃を仕掛けるってさ。そうだ。あの頃俺は、マーレ人になるために戦士を目指してたんだ。なあ、ベルトルト。ライナーって昔からこうなのか？昔のライナーは、戦士だった。自分で選んだ道だが、兵士をやるってのはどうだ？ライナー！何を？体より先に心が削られるみてえだ。ライナー。おい。なんで？君は、お前ら二人の故郷も遠の一のばかりだからな。マルコが、食われてる。僕らは、戦士なんだから。きっと、ここに長く居すぎてしまったんだな。俺、お前に助けられてばっかだな。別に、それは。俺たちの働きが、何十万人もの命に直接影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。バカな奴らに囲まれて、3年も暮らしたせいだ。俺たちはガキで、何一つ知らなかったんだよ。まさか島の悪魔を殺すことをためらっているのか？こんな奴らがいるなんて知らずにいれば。奴らが何をやったか忘れたのか？俺たちは、世界を代表して悪魔を裁くべく選ばれた戦士なんだ。俺は、こんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。俺たちは兵士だ。いくら不利な状況でも逃げてはいけない時が。島の悪魔どもは僕が必ず皆殺しにしてみせますってな。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺のすべきことは、自分のした行いや選択に対し、戦士として最後まで責任を果たすことだ。4年ぶりだな、ライナー。俺はマーレ人になって母さんと父さんと3人で暮らすんだ。と、貴様は何しにここに来た？人類を救うためです、ライナー。やるんだな、今ここで。死ぬだ。一族から二人も戦士を授かるなんて誇りに思うよ。あとはあの島に住む悪魔どもさえ消えてくれれば。女の記憶を通してお前を見たが、あれはなんだ？凶悪で残虐な悪魔たちの住む島に5年も潜入してたんだよ。どんなに辛い目にあったか、機密情報じゃなくたって言えないよ。ほら見てよ、僕と母さんは目をマーレ人になったんだ。やっさあ、これでマーレ人になれる。いや、話せることもある。俺はあの島で軍隊に潜入したんだ。連中はまさしく悪魔で、残虐非道な奴らだったよ。それにいろんな奴らがいて、そこに俺たちもいた。そこにいた日々はまさに地獄だった。俺は逃げ切ってやるからな、お前らエルディアの悪魔の親子から。いろんな奴らって何？悪い奴らでしょ？そうだ。父なんかいなくても、俺は鎧の巨人を託された選ばれた戦士。島の悪魔からみんなを救い、世界の英雄になるんだ。すまない。え？ライナ、すまない。お前は本当は、戦士に選ばれるはずじゃなかったのに。俺は、すまない。弟を守りたかった。すまない。
ライナ、すまない。集めた情報を持ってマーレに帰ろう。故郷だ、帰ろう。俺は、俺の故郷はもうどこにもなくなっちまった。帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。あんたらの友達は大勢死ぬね。何度も言ってるだろう、奴らは友達じゃない、悪魔だ。なあライナ、これ以上顔を近づけないでくれる？お前ずっと苦しかっただろ。俺は戦士になりたかった。母の願いを叶え、父と三人で幸せに暮らせると思ったから。でもあの女に言われてきたんだろう、俺に復讐するために。くそー、よりによってガキを戦士に。お前の出自が調べられたら俺の一家はおしまいだ。そんなことを望む父はどこにもいなかった。母は叶わないと分かっている夢を見続けていた。何が名誉マーレ人だ、選ばれし戦士だ。俺は選ばれるはずのない戦士で教師のはずだった。随分と倒れる男を気取っていたようだった。まるで兄貴の真似事じゃねえか。なんで謝った？なんで俺なんかを助けた？ライナは死んだ。俺は英雄になりたかった、誰かに尊敬されたかった。マルセルが必要なら俺がマルセルになるから、みんなで故郷に。ここなのか俺の最後は。もうやれた、自分が悪いと思ってんなら死ねよ。罪をかぶって死ね。俺を殺してくれ、許さないでくれ。俺はライナー。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。嫌だ、まだ終わりたくない。まだ何も分かってないんだ。外にいるのは敵ばかりじゃありません。俺もガビもみんなあなたの味方ですから。そうだ、俺にはまだあいつらが。エレンに世界は滅ぼされる。次はお前がならず者をやる番だ。どうした？俺たちはただ逃げることしかできて。時間がねえ、早く行くぞ。どこに？世界を救いに。